ミマイナス2ポーランド空軍のミマイナス2ミマイナス2はソビエト連邦で開発、設計され、ポーランドの PZL シフィドニクで製造された小型ヘリコプターである。NATO コードネームはホプライト。ミマイナス1のタービン動力発展型としてミハイルミーリの設計で開発され、1961年9月に試作機 V マイナス2がソ連で初飛行した。その後、 1964年1月に生産の拠点をポーランドに移すことが決められ、未マイナス1のライセンス生産を行っていた PZL シフィード肉社が開発、生産、販売の権利を取得したため、ソ連では生産されていない。1991年には、翌年に計画されていた同社の民営化のために、一旦製造を中止し、民営化後は限定された機数が生産された。 基本的なスタイルは、ミマイナス1と同じだが、キャビンが大型化され、エンジンもターボシャフトエンジンとなっていた。生産中にも、幾度かの改良が加えられ、1990年代末に、生産を終えるまでに、総数5450機程度が生産された。派生機として、西側諸国への輸出販売を可能にしたカニアが、少数生産されている。 ポーランド警察のカニア採用国ドイツ空軍で運用されていたミマイナスにペルー海軍のミマイナスにありがとうございます。